いペースで泳ぎます。はい、第5位はニブレです。ニブレはきついですよね。あの平泳ぎって、あの水泳してへん人からすると楽そうに見えるんですけど、ブレってねきついですよ。多分バッタの次にきついと思います。でね、ニブレってなるとね、またもうすごいきついんです。腕も足もどっちもきついんです。あのニブレはね、本当に一回出たことない人は練習でもいいんで、全力でニブレやってください。もうめちゃくちゃきついです。движения свои грибков стало больше. Да, вот от этой камеры для специалистов я говорил очень полезный вид, высокий локоть очень хороший. はい、第4位は四振りです。四振りはきついね。四振りってまあまあ高いスピードで400泳ぎ続けなダメなんですよ。それがきついんですよね。あのね、800戦後よりも速いスペースで、まあ、200ほどではないけど高いスピードで400泳ぎ続けるっていうね、もうマジで200ターンした後の200が長い長い。僕一応専門ですけど、四振りはね、ちょっとほんまに嫌ですね。あんまり泳ぎたくないですね。あの四振り専門のくせに二振りのが好きです。楽しいです。And then, of course, it was Hackett who broke the 14.40. Could we possibly see the first 14.30? Maluli continues to close. はい、第3位は800戦後です。あれはきついね。特に専門じゃなかったら、1500泳ぎたいなんて思わないんじゃないでしょうか。1500ってほんまにね、とてつもなく長いですよね。例えば、バック専門やったとしたら、200までしかバックってレースないわけじゃないですか。で、1500出るってなったら、もう7倍ですよ。7.5 倍。いきなり 7.5 倍以上のレースせなあかんっていうね。まあ確実に15分、16分は泳ぎ続けるわけですから、15分、16分もね、全力で泳ぎ続ける練習なんかしてなかったら、泳げないんですよ、1500なんか。もう体一つ抜けています。北島さん、この泳ぎいかがですか。はい、そうですね、もうリミッター外してるようなね、あの最初の飛び出しですね。はい、はい、第2位は四コンです。四コンはマジできつい。四コンはマジできつい。僕一応四コンはちょいちょいやってたんですけど、あのね、淡水の四コンはまだなんとか俺泳ぎきれます、なんとか泳ぎきれますけど、潮水の四コンになった瞬間にもうマジで泳げないですね。淡水はなんとかごまかせても、潮水はマジで無理。潮水で1バッタ泳ぎ終わってからさらに300残ってるってもう地獄でしょ。各種目を潮水で100泳がなあかんって結構きついんですよ。長い全部が。というわけで、4コンが第2位です。番外編。番外編は、4振りで4バタ泳ぐです。これ、たまにいるんですよ。四バタ泳ぐやつ、四振りで。これね、頭おかしいですよね。四振りで四バタ泳ぐやつ。いや、ちょっとね、ま、あんまりいないんで番外編にしましたけど、てかまあ、やれって言われることないと思うんで、番外編にしましたけど、たまにいますよね。四振りで四バタ泳ぐやつ。前半から行っているぞ。分かれているのが4レーンのプレーンです。奥が瀬戸、手前が本田。ああ、前半からこれは混戦ですね。少しね、瀬戸大也選手、はい、はい、第1位は堂々の第1位、二バタです。二バタきつい。二バタはきつい。まあ、さっき一応番外編で4バタ言いましたけど、二バタってね、レース出たことある人ほんまにきついですよね。特に潮水の二バタはほんまにやばいですよ。ラスト50、もうほんまにね、上がらないんですよ、腕が。僕一回見たことあるんですけど、練習全くせずに2バターやったやつ。ラストの100死んでましたね、ずっと。初めの100、1分3とかで入って、後半の100、1分20とかかかってました。やっぱそれぐらいね、後半落ちるし、
二バタで後半の方が速いやつとか見たことないでしょ。やっぱりね、バッタって絶対落ちるんですよ、後半。どんだけ前半流しても。いや、だからね、バッタはね、二バタはね、僕、調水やったことないんですけど、ほんまにきついと思います。